ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、そういえば火星って最近どうなってるの？なんだよいきなり。ちょっと前に、イーロン・マスクが2030年までに火星移住がどうのとか言ってたじゃない？だから、肝心の火星探査の方はどうなってんのかなと思って。そういうことか。そういえば、最新の調査で興味深いことが分かったとかいうニュースがあったような。へえ、なんなのそれは。火星の岩石が水に浸食されてたらしいよ。火星に雨でも降ったの？それもっと詳しく教えてくれない？もちろんだよ。じゃあ今日は、水に浸食された、という火星の岩石の謎について語っていこうかな。よろしく。それでは、ゆっくりしていってね。それで、その水に浸食されていた岩石ってのはどこで見つかったの？火星だけど。わかってるわよ。火星のどこかって聞いてるんじゃないのさ。だよね。霊夢はパーサビアランスって知ってる？初めて聞くわね。なんなの？アメリカの NASA が、Mars 2020と銘打って現在進行形で進めている火星探査ミッションがあるのだが、パーサビアランスはそのミッションの一環として打ち上げされた火星探査車で、別名、パーシーなんて愛称でも呼ばれてるんだぜ。へえ、かわいい名前ね。いつ打ち上げられたの？打ち上げは現地時間の2020年7月30日11時50分で、火星に着陸が確認されたのは2021年2月18日20時55分なんだそうだ。地球から火星まで約7500万キロメートルの距離を約7ヶ月かけて到達したことになるな。ふーん、割と最近のことじゃないのよ。それで、そいつがどうしたの？こいつはマーズローバーとして、火星の岩石を持って帰るっていう任務を与えられていたんだぜ。わかったわ、そのパーシーって子が持ってきた石の中に、水に侵された岩石があったってことなんでしょ？その通り、パーサビアランスの火星での活動に与えられたミッションは全部で4つあるのだが、まず第一に、火星に微生物がいた可能性を探り、過去の生息可能な環境を特定すること。第二に、そのような微生物が生息したと思われる岩石を探すこと。第3のミッションは、そのような岩石や岩盤コア、レゴリスなどのサンプルを取ってくること。そして最後4つ目に、人類移住のための大気生産を試してみることなんだぜ。は？ん？4つ目は随分と大それたミッションだわね。探査機が人間の生きられる環境を作れるの？確かにね。でもこの4つがパーサビアランスの科学目標とされていたんだぜ。じゃあ今回その水に浸食された岩石を発見したってことは、その4つのうち3つのミッションをすでにクリアしちゃったも同然なんじゃない？そうなんだよね。2022年8月25日付で掲載されたパーサビアランスについての最新の論文は、アメリカ科学振興協会、AAS が刊行する、サイエンスという有名な科学雑誌に掲載されたんだけど、その論文では、すでにこの探査機が火星のクレーターから採取してきた岩石サンプルの中から、液体の水とみられるものによって科学的に浸食された痕跡のある石が見つかったと語られているんだぜ。そしてその発表が今、火星研究の最前線をざわざわ言わせているってわけなのね。そういうこと。岩石に見られたのは、何らかの水によって激しく変質されたような痕跡らしいのだが。どんな痕跡なの？アメリカはフロリダ大学の地質学教授でもあり宇宙生物学教授でもあるエイミー・ウィリアムズ氏は、火星のクレーターの底から採取された岩石が何かの時点で水を含んだことによって、その成分に炭酸塩やその他の塩分、酸化鉄などを含むようになったと見てるみたいだな。岩石はクレーターで拾ってきたの？火星の赤道のすぐ北にある大シルチスと呼ばれる領域に存在するジェゼロクレーターで採取されたのだが、ここは直径が約 50km あるクレーターで、その底の部分には、まるで三角巣みたいな河川デルタの地形が残っていることから、約40億年ほど前の時代には湖だったんじゃないかと言われている場所なんだぜ。湖ならガチで水がありそうだわね。そんな背景もあって、当初パーサビアランスのプロジェクトチームは、探査機が採掘するのはそこに溜まった柔らかい堆積岩のようなものなんだろうと予測してたみたいなんだけど、実際に採取されたサンプルを見たら、溶岩とマグマから作られた火星岩だったことにすごく驚いたんだそうだよ。そんなに驚くことなの？火星岩っていうのは溶岩が固まったものなんだぜ。溶岩は水で浸食されるものなの？ナバホ語で、砂の真ん中という意味の、セータと呼ばれる地点で採取されたサンプルは、その火星岩が生成された後に地下で冷却され、それを覆っていた何かにゆっくりと浸食されたようだったみたいだね。へえ、じゃあその何かってのが水ね。湖があった頃の話かしら。少なくとも過去、25から35億年くらいの間だと見られているから、湖があったとされる時期と一致しているよな。湖にマグマが流れ込んで固まったとかじゃないの？それな。まさに研究者たちもそれと同じことを議論したみたいなのだが、
採取された火成岩っていうのはクレーターの深いところで発見されていたため、ただマグマが流れ込んで固まったのではなく、大きな水たまりのようになったマグマが徐々に冷やされて固まったんじゃないかと考えられているんだ。そんなこと、なんでわかるのよ？それは組成を見たらわかるんだぜ。パーサビアランスには、マルチスペクトル画像分析と X 線傾向分析のできる機器が搭載されているのだが、その分析によると、火成岩の結晶構造は、唯一、徐々に冷やされることによって形成するとされる奇跡と、ミリメートル級の粗めの大きさの観覧石との連勝だったらしいんだよね。つまりその結晶があることが、この岩石がじわーっと一気に冷やされたんじゃなくて、ゆっくり冷やされてできた証拠になるってわけね。そういうこと。この分析結果から、研究者たちは、地下でゆっくり固まったものが何かの拍子に表に出てきたか、さもなければクレーターがかつて溶岩の湖だったかのどちらかだと見てるみたいだな。溶岩の湖とか、地獄へ過ぎじゃない？もう一つ、セータの近くにあって、火星を意味するマーズと名付けられた地点で採取された火星岩があったんだけど、これが実は、セータの火星岩と全く異なる組成をしていたらしいんだよね。溶岩の湖の岩じゃなかったの？いや、マーズの方は、セータの岩の層を覆うような格好になっていたから。このことから、溶岩の湖の中でも上の方の層でできた岩なんじゃないかと見られてるらしいよ。溶岩の上積み？どっちにしても同じところの溶岩なのね。みたいだね。でも同じ溶岩からできた岩なのに、組成が違うのおかしくない？同じ溶岩ことは言っても、組成が同じとは限らないんだぜ。なんでよ。例えば地球の溶岩この例で言うと、溶岩の湖に溜まった溶岩の中でも、密度の高い鉱物などは下の方に沈んで沈積岩となって溜まっていくから、組成の違う火山岩層を作り上げることがあるんだよ。へえ、じゃあそれと同じことが火星でも起きてたっていうのね。そう考えられるだろうね。マーズの岩の方も水で浸食されていたの？みたいだな。ただ、ゆっくり冷やされたセータの岩と、上層部にあったためおそらくもっと早く冷却されてできたマーズの岩は、どちらも同じように水に浸食された形跡が見られたものの、その浸食のされ方が異なっていたらしいのだが。ということ？パーサビアランスが両方の岩石を分析したところ、マーズの方の石には、鉱物がぐっと凝縮してできた鉱嚢と呼ばれる部分があって、これは塩水が凝縮したためにできたのではと見られているんだ。一方でセータの石は、水に浸食されていたといっても、その水はなんと炭酸水だったことがわかったんだよね。火星に炭酸水があったの？マグマが流れる湖火山ガスとして二酸化炭素が排出されていたとしたら、地下水と混じり合って炭酸水になることもあるだろうね。でもそれは地球の火山の常識から考えたらってことよね。まあそうなんだけど。でもつまり、これらの分析結果から見ると、マーズやセータの岩石が水に浸食されていたってことは、岩石の中で炭酸塩や酸化鉄、その他の塩なんかも形成された可能性も考えることができて、その結果、火星はかつて、地球のような生命を育む環境を成していたとも考えることができるんじゃないかな。えへえ、それはちょっと飛躍しすぎじゃないかしら？そうかな。ウィリアムズ教授によれば、こういう水に侵された鉱物っていうのは、バイオシグニチャーと呼ばれる生命の存在を示す目印のような痕跡を示していることがあるそうなんだ。ゲゲ、岩の裏って、ダンゴムシとかそういうやつ？いや、ここで言っているのはバクテリアとか細菌類とかの微生物のことなのだが、そういう生き物のことね。現在はカピカピに乾いて強い放射線を帯びているジェゼロクレーターなんだけど、今回発見されたような、塩分やミネラルを含むような岩石が形成されていたとなれば、生命体が活動するための環境を提供することができていたのかもしれないと、ウィリアムズ教授だって言ってるんだぜ。なるほどね。マーズとセータの岩石サンプルを分析すると、ジェゼロクレーターの三角巣ができるよりも前に存在していた可能性が高く考えられるらしいのだが、それはつまり、岩石ができた後に水が来たってことになるだろ。それが何か意味するわけ？また地球を例にとって言うと、このような種類の岩石には、過酷な環境の中でも生き抜くような微生物が生息しているらしいんだよね。ジェゼロクレーターの底にあった岩石もこれととてもよく似た性質の岩石だったらしく、そこから考えると、同じような微生物が存在する可能性がありありなんだそうだよ。へえ、じゃあ聞くけど、火星っていつくらいに水が存在したのかしら？今はカピカピなんでしょ？現在仮説として語られている中では、ジェゼロクレーターの水が干上がってしまったのは、今から約38億年から35億年前だという説が最も有力だ。そして湖として存在していた期間は、およそ数百万年から数千万年の間だっただろうと見られているな。めちゃくちゃ昔の話なのね。
NASA 的には、ジェゼロがかつて湖だったってことをほぼ確信してるらしいよ。そうなの？ NASA は他にも火星に水があったって証拠を持ってそうね。もちろんだよ。2012年8月5日に火星に着陸した NASA の火星探査車、キュリオシティが10年経って最近撮影した岩石が、さざ波のような模様を残したまま形成されていたらしいのだが。そんなの、本当に水の跡かどうかなんてわかるの？キュリオシティは、ゲールクレーターと呼ばれる直径154キロもあるクレーターをずっと探査しているのだが、現在そのクレーターの真ん中にある、標高約 5km のシャープ山、アイオリス山へ向かって探査中で、その道中にも、かつての湖があったのではないかと思わせるような堆積物や、川が流れるような湧水によってできた堆積物など、様々な層状の岩石堆積物が発見されたんだそうだ。キュリオシティのプロジェクト科学者である NASA ジェット推進研究所のアシュー・インバーサバーだしも、ミッション全体を通しても、こんなに明確に水の存在を示す証拠は見たことがない、と驚くほどみたいだぜ。へえ、何千ものデータを見てきたはずの科学者がそう言うなら間違いないのかも。しかもゲールクレーターの証拠は、一定の秩序に沿った順番で交代で見られるみたいなんだよね。え？どういうこと？研究者たちの見解では、この地層は約20億年もの年月をかけて形成されたんじゃないかと見られていて、最初にあった湖が一旦干上がって、再び水に満たされ、また今は干上がってしまっているという、一連の歴史的流れを表しているんだそうだ。そんなこともわかるの？すごいわね。もっと言ってしまえば、真ん中のシャープ山はこういった流れる水の働きで、徐々に形成された山なんじゃないかってことらしいぜ。まさに、川に中州ができるような。そうだね。ゲールもジェゼロと同じように、数百万年から数千万年くらい水が溜まってたのかしら。一説では数千万年以上と言われているね。そうなんだ。こっちのクレーターでも、生命が存在した可能性はあるのかしら？もちろん、同じような環境下であれば当然考えられるだろうね。わあ、ワクワクするわね。そうだね。現在は、こういった様々な地表探査の結果から、火星の地表にもかつては川や海があった時代ってのがあったかもってのは確実になってきてるわけなのだが、現在の火星の表面は干上がってしまっているし、気温も平均マイナス60から70度と過酷な環境ではあるけど、それこそ35億年とか40億年とか前には、地球のように水と生命に溢れた美しい星だったのかもしれないな。急にロマン語り始めちゃったわね、マリサ。でも実際にありそうな話ではあるだろ？確かにそうね。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今回こそ宇宙の新たな生命体を発見するわ。すごい意気込んでるけど、どうしたんだ？やっぱり諦められないのよ。でもそれはみんな気になっていることだぜ。だからこそ今回は白黒つけるのよ。それなら今回は火星に似た環境のアタカマ砂漠で未知の DNA を発見。火星にも生命体が、について解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。地球のすぐ外側の軌道を回る天体が火星だぜ。火星は太陽系第4惑星で、地球の兄弟星なんだ。兄弟なの？それじゃ生物がいてもおかしくないわね。大きさは地球の約半分で太陽からの距離は、太陽と地球の距離の約 1.6 倍遠いところを回っているぜ。同じ太陽系で地球の隣の星だけど、青い色の地球に比べて火星は赤い色をしているな。赤と青ってところも兄弟っぽいわね。地球には、海があるけれど火星に海はないんだ。火星が赤く見えるのは、鉄サビのようなものを含む赤い土で覆われているからなんだぜ。それで火星は赤いのね。地球の表面は大気と呼ばれる膜で覆われているんだけど、火星の大気はとても薄くて、その成分のほとんどが二酸化炭素なんだ。大気が薄くて太陽からも遠いから、気温は地球よりもずっと寒いぜ。そんなところで生活できる生命体なんているのかしら？火星の北極と南極付近には大きな氷の塊が発見されていて、火星にも大昔は海があったかもしれないと言われているんだ。もともと青かったりしてね、重力も地球くらいなのかしら。地表面の重力は地球の3分の1しかないんだぜ。自転周期は 24.6229 時間と地球とほぼ同じで、自転軸も地球と同じように 25.19 度傾いているため火星にも季節が存在するんだ。地球だけだと思ってたわ。火星は地面あったんだっけ？あるぜ。地球と同じく岩石型の惑星だな。なので地表面には地球と同じく硬い地面があるぜ。地表に酸化鉄が大量に含まれているためだ。やっぱり兄弟って感じね。火星ってものすごく大きな山なかったっけ？オリンポス山だな。火星のタルシス高地にあるぜ。
高さが約2万7000キロメートル、裾野は約550キロメートルにもなる。現在確認されている限りで太陽系最大の火山だな。エベレストが8850キロメートルだから、およそ3倍の高さになるぜ。エベレストの3倍って想像つかないわね。エベレストも見たことないけど。形状は縦状火山の形状で火口付近の窪地、いわゆるカルデラは長径80キロメートル、単径60キロメートル、深さが3キロメートルもあり、日本の富士山がすっぽり入ってしまう大きさだな。富士山がすっぽりだなんて。富士山は見たことあるわ。長らく死火山と思われていたが、2004年に240万年前の噴火の形跡が発見されたんだ。もしかすると太陽系最大の火山は核火山かもしれないのね。火星には昔から水の存在の可能性が指摘されていたぜ。理由の一つは火星の地形に氷河が動いたような跡、土石流が溜まったような跡、水が流れてような跡など、明らかに水が存在しないとできないような地形があったことだ。水があれば生命体の可能性がぐっと上がるわね。2004年の探査機スピリットとオポチュニティの探査で、針鉄鋼や鉄妙盤石など、水が存在しないとできない鉱物が発見されたことにより、少なくとも液体の水の存在した時期がある証拠が確認されているな。水があってほしいわね。さらに、2008年に探査機フェニックスが北極で氷を発見していて、極地に氷が存在することは確かだぜ。火星に水が存在することが確認されたので、次はやはり生物がいないだろうかということになるな。もちろん水があれば出てくる議論は地球外生命体ね。昔から火星には生物の存在する可能性が指摘されてきたが、火星の画像を見る限りどうやら大型の生物は存在しないようだぜ。それなら何を探しているっていうのよ。現在は微生物の探査が続けられているが、今のところ確定的な証拠は見つかっていないな。生物の痕跡とも見られる微細構造や、火星に含まれる微量のメタンが生物由来ではないかという意見もあるぜ。どれも確定的な証拠とは言えないのね。そしてあまり有名ではないが、火星はフォボスとダイモスという二つの衛星を持っているんだ。かわいい名前の衛星ね。フォボスは太陽系の惑星の衛星の中で最も惑星に近く、公転軌道は火星表面から 6000km 以内だぜ。火星に近いため公転速度が速く、火星の自転速度よりも速いため火星から見ると1日に2回上がっているんだ。2回もぐるぐる回っているのね。フォボスは半径約 11km で十数個のクレーターがあるようだぜ。ダイモスはフォボスより外側を公転していて、半径は約 6.2km でフォボスより小ぶりなんだ。名前とマッチしてていいわね。フォボスもダイモスも火星に捕獲された隕石か火星に隕石が衝突してできたものか、現在でも結論は出てないな。残念ながら火星の生命は未だに見つかっていないのね。とはいえ、少なくとも過去には微生物がいただろうと考えている科学者は多いんだ。今後も探査が続けば、近い将来、決定的な証拠が見つかるかもしれないわね。火星を思わせる荒涼とした風景が広がる、あたかま砂漠だな。世界で最も乾燥した砂漠と言われ地球にいながらにして、月面に降り立ったかのような大地が広がる月の谷だ。なんて幻想的なのかしら。岩砂漠の中に突如現れる間欠泉や塩湖など、幻想的な岩と砂の別世界が待ち受けているぜ。一年で340日が晴天と言われるアタカマは空が澄み、ここで見られる星空は世界一と称されるんだ。一度は見てみたいわね。日本からの国際線が到着する首都のサンティアゴから国内線でカラマへ約2時間で行けるぜ。カラマからアタカマ砂漠の拠点となる町、サンペドロでアタカマへは車で約1時間30分の道のりだ。行くまでが少し大変そうね。アタカマ砂漠は、チリの首都サンティアゴから北 2600km 離れた場所に位置し、太平洋とアンデス山脈の間に挟まれているんだぜ。知らなかったわ。かつてアタカマ砂漠は海の底であったことから、至る所に塩の結晶が見られ、まるで雪が降ったような景色を見ることができるんだ。もともとは海底にあったなんて信じられないわね。アタカマ砂漠は壮大な歴史の下でできたんだぜ。太平洋側は寒流によって冷たい空気が流れ込み、すると雨を降らせる空気の流れが起きにくく、空気が極端に乾燥するんだ。すごいハードなのね。さらに、この場所はアンデス山脈によって湿った空気が遮断されているため、乾燥帯になり砂漠が出来上がったんだぜ。中には、40年間雨が全く降らない地域もあり、世界一乾燥した場所としても知られているな。40年間雨が降らないなんてことあるのね。
こんなところに人は住めるの？チリで最も古い町、サンペドロでアタカマは、アタカマ砂漠の中にある小さな町だ。標高2400メートルに位置し雨はほとんど降らないぜ。日中の気温差が大きい砂漠地域特有の気候を持つ町だな。なんてハードなところで生活しているのかしら。1時間程度あれば十分に散策できる人口5000人ほどの小さな町だが、レンガ造りの家々が立ち並ぶ歴史ある雰囲気が魅力の一つだ。一度は行ってみたいわね。アタカマ砂漠を巡るツアーの拠点として利用されているため、多くの観光客で賑わっているぜ。いつか行ってみなきゃ。誰も見たことのない生物の DNA が発見されたそうだ。太平洋とアンデス山脈に挟まれたチリのアタカマ砂漠は、世界で2番目に乾燥した土地で、そこへ至る道が死の道、と恐れられるほど生命にとっては過酷な場所だぜ。そんなに生命的に危機があるのね。日本の研究者も参加する国際チームは、そんな砂漠で採取された DNA の断片を分析したんだ。そのうち 9% がまだ知られていない生物のものであることを明らかにしているな。盛り上がってきてるわね。研究者らによれば、それはダークマイクロバイオームの一部であるそうだ。火星に似ている不毛の砂漠で、なんであえて生命を探そうとしたのだろう。その理由は、やはり火星に似ているからだぜ。何せ、この研究で調査されたレッドストーンと呼ばれる場所は、地質まで火星に似ているんだ。さすが兄弟ってだけあって似た地形もあるのね。さらに火星で使う機器の実験場としてうってつけなんだぜ。実はこの調査で使われた機器は、すでに火星探査機に搭載されているか、将来的に搭載される予定のものと同じタイプだ。似た地形でも実験できるなんてラッキーね。つまり研究チームの狙いは、そうした火星専用機器でごくわずかな生命の痕跡を、見つけられるかどうか試すことというわけだな。その結果が今回の未知の DNA の発見というわけね。火星で使われる機器は、アタカマ砂漠にあるかすかな生命の痕跡を見事検出することができたんだ。ただし、それが間違いなく生命のものであると断言するには、やや感度が足りないこともわかったんだぜ。あと一歩足りないってわけね。仮に火星にアタカマ砂漠と同じくらい生命の痕跡が残っていたとして、見逃してしまう可能性もあるということだ。今ある機器では現場で確かなことを言うことはできないぜ。難しい問題ね。火星で生命発見と結論付けるには、地球にサンプルを持ち帰って分析するしかないのだ。研究チームは、今回の発見が NASA や ESA が計画する火星での生命探査に役立つよう願っているみたいだな。みなそうよ、早く新たな生命体が見たいもの。現地の探査機による検査だけで結論を出せないのであれば、生命探査計画は戦略の変更を余儀なくされる可能性もあるかもしれないんだ。作戦変更してでも見つけ出すしかないわね。火星の大きさは月の約2倍であることを覚えておくと、よりイメージしやすいかもしれないな。公転周期は約687日と地球の周期である約365日よりも長いものの、自転周期はほぼ地球と同じ24時間だ。本当に兄弟なのね。いろいろそっくりな部分があるわ。でも火星全体の平均気温は、マイナス約43度だぜ。寒すぎるわよ。温室効果の高い二酸化炭素が多く、太陽からもそれほど遠くないのにもかかわらず、気温が低い理由は大気の薄さにあるんだ。火星の大気はとても薄く、大気圧は地球の 0.6% 程度しかないぜ。人間の感覚で考えると、大気はほとんどないと言ってもいいな。太陽から届く熱を保てずに気温が下がってしまうのね。さらに太陽系の惑星の中でも、火星は地球に似ていると言われているぜ。サイズや見た目は大きく違うものの、生物の生存に適した環境が揃っているのが大きな理由だ。どんな共通点があるのかしらね。火星は地球のすぐ外側の軌道を公転しているな。太陽から火星までの距離は、地球までの距離の約 1.6 倍だ。内側にある金星と並んで地球から最も近い惑星であり、兄弟星、とも呼ばれているほどだぜ。そこのところは覚えているわ。でも火星と地球は見た目がまるで似ていないわ。海が多く青く見える地球に対して、火星は赤い色をしているからな。火星には海も緑地もなく、酸化鉄を多く含む赤土がむき出しになっているからだ。復習しながら聞いているとより分かってくるわね。火星は地球とほぼ同じ速度で自転しているぜ。一日の長さは地球より約39分長いだけだ。地球と同じように太陽に対して自転軸が傾いているため、季節の変化もあるぜ。地球と火星の構造は似てるの？内部は核、マントル、地殻で構成され、
それぞれに含まれる成分も地球と大差ないんだ。そんな部分も一緒なのね。地表は起伏が多く、高い山や渓谷、砂漠のような光景が見られるぜ。遥か昔に水が流れた形跡が残っている部分もあり、北極や南極付近で発見された氷の塊とともに、生命の存在を匂わせているな。匂わせてないで、出てきなさいよ。火星の様子がわかるにつれ、人類が移住できるのではないかと考える人も出てきたんだ。一日が約24時間で四季を感じられる火星なら、地球にいる時と同じペースで生活できるものね。月よりは重力が高いため、月面着陸した宇宙飛行士のように、ふわふわと浮いて歩きにくくなる心配も少ないぜ。将来的には、火星まで半年程度で移動できるとも言われているな。そんなに早く移動できるの？ただし、人間の活動に十分な酸素や水、食料の確保は難しく、気圧や気温の低さも問題だ。そもそも、人類は火星に降り立った経験がないものね。移住の可能性はないとは言えないが、遠い未来と考えても良さそうだな。まだまだ課題はあるわね。今回は火星に似た環境のアタカマ砂漠で未知の DNA を発見。火星にも生命体が？について解説したぜ。また決着がつかなかったわね。でも少しずつ前には進んでいるな。早く会ってみたいわ。これからの研究に期待だぜ。絶対に見つけてやるわー。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録&高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。